聖書を朗読いたします。ヨハネの黙示録22章の1節から5節までです。御使いはまた水晶のように輝いている命の水の川を私に見せてくれた。この川は神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れている。川の両側には命の木があって12種の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒す。呪わるべきものはもはや何一つない。神と子羊との御座は都の中にあり、そのしもべたちは彼を礼拝し御顔を仰ぎ見るのである。彼らの額には皆が記されている。夜はもはやない。明かりも太陽の光もいらない。主なる神が彼らを照らし、そして彼らは世々限りなく支配する。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊き主の皆を賛美いたします。私たちの罪のために十字架につき、死んでよみがえられ、今も生きておられ、私たちを取りなし導き、またこの世界をご支配しておられる主イエスキリストの皆を賛美いたします。主イエスを信じる者と共にいてくださり、私たちを守り支え慰めてくださる聖霊なる神を崇めます。今日も私たちを礼拝に招いてくださり感謝いたします。まだ新型コロナウイルスの感染が続いております。不自由な生活を続け、また共に集まって礼拝を守ることも困難な状況が続いております。しかしどうぞそれぞれ許された場所において今日も主に真心からの礼拝を捧げ、あなたの御言葉を聞くことができますことを感謝いたします。またどうぞ一日も早く礼拝堂での礼拝が再開できますように私たちは待ち望んでおります。また私たちの生活も支え守ってください。新型コロナウイルスの被害者、また弱っている方のために、また最前線で治療し看病し支えておられる方々の上にも、主がこの時もどうぞ支え守ってくださるようにお願いいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。礼拝についてのメッセージが3回続きまして、今日は3回目でありまして、ヨハネの黙示録のこの新天新地における礼拝について触れてみたいと思います。ヨハネの黙示録は新約聖書の預言書でありまして、私たちにとりましてもこの将来、まあ未来の啓示と言っていいわけです。ですからこれから起こることがこの黙示録に書いてあるということですね。またそれとともに、いわゆる黙示文学という形式で書かれておりまして、まあある意味ではまあ私たちには馴染みのない、まあ難しいこう表現描写になっておりますので、ですので、まあ解釈が分かれている部分が多くあるのも事実でございます。まあこのことはこの礼拝の中では触れませんけれども、まあしかし聖書を神の言葉と信じる者は、この黙示録のですね、この21章22章のこの世界が最後に神様が全く新しくこの世界を作ってくださり、そしてイエス様を信じる者をよみがえらせ、
そして永遠に生きるこの栄光の体を与えてくださり、そして私たちをこの新天新地に住まわせてくださるという、 こう約束が書いてあるという、 こう理解に立っているわけでございます。まあ、将来にわたる神の壮大なご計画がこの黙示録の中に書かれておりまして、まあ、イエス様の再臨、そして、まあ、千年王国、最後の審判、そして今申し上げた新天新地の世界というふうにこう展開されているわけですね。まあ、当然一番最後に掲示されたこの新天新地の世界、永遠の御国の世界が一番最後の世界であり、私たちイエス様を信じる者にとってみたら、まあ、ついの住処、最終的な天国になるわけでございまして、まあ、ここが一番、まあ、大切なことなんだ、大事なことなんだということでございますね。今日読みましたこの、まあ、22章なんですけども、その前の21章のですね、5節に神様の言葉が書かれております。新しい天と新しい地とが創造されて、でその後21章の5節に、すると御座にいます方が言われた、見よ、私はすべてのものを新たにする、また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠であると書いてますね。神様ご自身が、見よ、私はすべてのものを新たにする、新しくする、そして、これらの言葉は信ずべきであり誠である、まあ、本当であると、神様ご自身が宣言されているわけでございますから、これ以上確かなことはございません。私たちはこの新天新地、永遠の御国を、神様の約束がある確実だということをですね、神様はおっしゃっているわけでありまして、そのことをまあ信じているわけですね。でそういう中で、今日は22章の1節から5節をまあ中心に、この永遠の礼拝という題で、この礼拝について、一緒にですね、こう掘り下げてみたいと思っているのであります。まあ、ある意味ではこの世における礼拝というのは、来たるべき永遠の礼拝の、まあ、予行演習とも言えるんではないかと思います。もちろん予行演習だからなおざりでいいというわけではありません。それは永遠の礼拝がどれほど素晴らしいかという意味でありますね。私たちは永遠の御国に行って、新天新地に行って何をするの？神様を、そして子羊である救い主イエス様を永遠に真心から信じて礼拝を捧げることができるということでありますね。それの、まあ、前味といいましょうか、一部分を今私たちはこの世の礼拝で経験させていただいているということではないかと思います。で今日読みましたこの黙示録21章の1節から5節のこの箇所を、まあ、3つの言葉を心に留めて、一緒に、聖書を読んでいきたいと思いますけども、一つは3節にございます。神と子羊との御座は都の中にあり、新天新地、この、新しい、エルサレムですね、それは、中心に、神様と子羊なるイエス様がいらっしゃるという、まあ、ここが第一点目ですね。第二点目は4節のこの御顔を仰ぎ見るのである、
御顔を仰ぎ見る、まあ、子羊であるイエス様の顔を直接見るという意味ですね。で、3番目は五節にある最後の言葉です。彼らは余裕限りなく支配するというこの箇所。じゃあ私たちは何をするの？礼拝をする。それはそれと、まあ、同じように、この作られた新天新地の世界で、その世界を余裕限りなく神様と支配するというここですね。で、ここに、まあ、礼拝の本質が書かれてあり、そして私たちは新天新地に行ってからそのことを深める、もちろんそうなんでありますが、でもこの世における礼拝、大きな礼拝、またたくさんの人との礼拝、またこのように、自宅で、そして、YouTube で礼拝を守らなければいけない。でも礼拝に関しては変わらないわけですね。その中で私たちは礼拝ということをですね、この世においてもその本質をこうしっかりと受け止めて、そして真心からの礼拝を捧げていくということではないかと思います。で、1点目は、神と子羊との御座は都の中にありとあります。これは、この21章のこの公約聖書で言うならば、上の段の22節にも、同じ言葉が書いてありますね。私はこの都の中には聖女を見なかった。全能者にして主なる神と子羊とがその聖女なのである。この、まあ、都というのは、まあ、都ですからたくさんの人が住むわけですね。これはどこから来たかというと、この21章、新しい天と地が作られた時に、神様がこの天からその新しいエルサレム、聖なる都を用意してくださったとあります。21章の2節ですね。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとから出て天から下ってくるのを見た。まあ、神様が用意してくださって、神様がまあ天からこう備えてくださった、それは、この夫のために着飾った花嫁のようにとありますよね。ウェディングドレスを着た、またこれから、結婚するというその女性ですね、花嫁はもうみんな綺麗ですね、美しいですよね、輝いて見えます。そのように、まあ、輝いた花嫁としてこの用意してくださっている。で、その、この聖なる都、新しいエルサレムがどんなに素晴らしいものかというのが、その後この9節からですね、その、聖都エルサレムの、まあ、描写がこう書かれているわけです。宝石のようにですね、まあ、光り輝いているというようなことが書いてます。まあ、今日は一つ一つ、触れることはできません。でも、この宝石のような美しさというのは、そのエルサレムの、まあ、その描写であるとともに、そこにいるものの美しさを表しているのではないかと思いますね。で、このような素晴らしい美しい世界に、美しいものとして、それもこの花嫁としてですね、子羊の花嫁、イエス・キリストの花嫁として美しくここに迎えられたということでありますよね。で、そういう中で今日読みましたこの22章に、この入るわけです。都の中心には神と子羊なるイエス様の、まあ、いる場所、御座がある。じゃあ他に何があるんですかといった時に、22章の一節、御使いはまた水晶のように輝いている命の水の川を私に見せてくれた。
この川は神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れているとありますよね。水晶のように輝いている命の水の川がある。でもう一つ、その川の両側にはですね、その後出てきますよね、川の両側にの命の木があって、十二種の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒す。これはこの世の川、またこの世にある植物ではないわけですね。新天新地における神と子羊なるイエス様から流れてくるその命の水であり、そしてそれによってこう、成長した植物を表している。十二種の実を結び、普通植物はですね、一年に一遍実を結ぶのではないか、他にもあるかもしれませんけども、でもこれは毎月実っている。十二回実を結ぶということですね。何を言いたいんだろうか。もちろんこの通り私は信じていますけれども、豊かな生命力を表してますよね。もうこの世のなんかいろいろあるこう命の営みよりもはるかに豊かな命ですね。もう死の世界、なんかこう枯れてった世界とは全く逆の命満ちあふれる世界であることを描写しています。でその後3節、呪わるべきものはもはや何一つないとありますね。呪わるべきもの、直接言ってるのは罪、そして死、悪魔であります。私たちを悩ますものは全く何一つない。なぜならば、先ほど申し上げたように新しい天と地が創造され、神様が見よ、私はすべてのものを新たにするとおっしゃったからでございます。本当に、私たちにとってみたら、ごくわずかな情報かもしれませんけれども、でもそこから垣間見ることができるこの新天新地の描写っていうのはですね、本当に素晴らしいなと思うのでありますね。でこのことが翻って現在この世において私たちは礼拝を守っておりますけれども、その私たちが礼拝を守るということとどうこう関係するだろうかということを考えたときに、一つは一番最初に申し上げたこの命の水の川、そして十二種の実を結ぶ木ですね、そしてその木の葉っぱですね、木の葉っぱは諸国民を癒す、豊かな神様からの命に満ち溢れている。私たちが礼拝を守るということは聖霊の豊かな命に預かることだということだと思いますよね。イエス様もその杉越の祭りの大事な日にイエス様は立って叫んで言われました。誰でも乾く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろうとおっしゃったんですね。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。ヨハネ7章の37節、聖霊の豊かな恵み、聖霊が私たちを豊かに潤してくださる。私たちは礼拝を捧げることによってこの聖霊の豊かな躍動といいましょうか、命をいただくことができるということが言えるんではないかと思いますね。でもう一つは3節の呪わるべきものはもはや何一つない。つまりここで言うならば、過去のものは
全く新しくされている。罪も許され、そして死のない世界、そして悪魔がいない世界、まあ、本当に一刻も早くその世界が来てほしいなと思います。今現在はその途中にあるわけでございますけれども、だからいろいろ私たちは悩み苦しみ、またですね、いろんな誘惑に現実は合うわけであります。でも私たちは神を礼拝することによって新しくされるということが言えるのではないかと思いますね。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。第二コリント5章の17節。礼拝によって神様は私たちを新しくしてくださる。そして礼拝ごとに私たちは日々更新されていく、新しくされていく。新しくなったんだけどまた古びちゃうのではない。まあ、もちろん私たちの現実はやっぱり古びていく、肉体も精神も衰えていく。これはもう全ての人がそうですよね。イエス様を信じてもそうです。でも確かにそうかもしれないけど、私たちの内なるものは新しくされていく。そして私たちもその古いものに、過去のものにとらわれたり、またそこに縛られるんじゃなくて、神によって、キリストによって新しくされていく。これが礼拝において行われていくということだと思いますね。でもう一つ言えることは、この御言葉から、言えることは、それは御座にはこの神と子羊がいらっしゃる。都の中心には神様と子羊なるイエス様がいらっしゃるということだと思いますね。じゃあ私たちにとって現実中心は何だろうかっていうことだと思いますよね。新天神地に行って、そして神様とイエス様がそこの中心にいらっしゃる。じゃあ今はっていうことになるわけです。今は目に見えないから、それは関係ないのではなくて、まず私たちの心の中心に神と救い主イエス様がいらっしゃるかどうか。まあ、確かに信じてます。心の中にはイエス様いらっしゃいます。でも隅っこですとかですね、それだったらちょっと違うわけでありますよね。やっぱ心の中心が神様とイエス様だということであります。で、心だけではなくて、それは心がその神様とイエス様が中心であるならば、現実の生活も神とイエス様がその中心となっている、第一となっている生活になっているということでありますね。このことが私たちは現実のこの世における礼拝によって、でそのことを整えていく、点検していく。そしてもしそこがおざなりになっているのであれば、悔い改めてですね、中心に神様とイエス様にいていただく。これは私たち横浜横教会にとってみたらもう大切な方針であります。礼拝を中心とした基本的クリスチャン生活の確立、こんな素晴らしい標語はありません。まあ、もちろん他にも素晴らしい標語はあると思いますけども、このことが私たちにとって命となっているのかということをですね、やはり私たちはこう深くこう考える必要があるということですね。そしてそのことができるんだ、そうさせていただけるんだ、私たちは本当にこのようにですね、礼拝によって、そして聖霊の恵み、聖霊の力をいただき、そして新たにされ、そして私たちの現実の生活が神様とイエス様を中心の生活に整えられていくということだと思いますね。2番目は、それは4節の御顔を仰ぎ見るということだと思います。今は肉眼の目で神様、そしてイエス様を見ることはできません。でも目に見えない神様、イエス様を信じて私たちは礼拝を捧げております。ところが
この新天新地にはなんとこの御顔を仰ぎ見るとちゃんと書いてますね。特にこれは子羊になるイエス様のことを言っていると思いますね。この世に来られ、人として来られたそのイエス様、そしてこの世においてもこのイエス様は栄光の体を持って、このですね、この新天新地においても栄光の体を持ってここにいらっしゃるわけですから、その栄光に輝くイエス様を仰ぎ見ることができる、そのことを言っているわけでありますよね。でその時にイエス様のことを子羊という言い方をしています。新天新地に行った時にイエス様が子羊なるお方なんだっていうことは、なんと私たちをほっとさせる、安心させる、また本当に良かったなということだと思いますね。なぜか、それはこの子羊というのはほふられたと見られる子羊だからであります。私たちの罪のために十字架でその贖いの死を遂げたイエス様、私たちを愛し命まで捨ててくださったイエス様を表しているわけですね。ですからそのイエス様に安心して近づくことができる、真心から近づくことができる、恐れなく近づくことができ、そして礼拝を捧げることができるということであります。イエス様は死んでよみがえられ、死に勝利され、そして永遠に生きているお方であります。そして私たちもイエス様と同じように永遠に生きる体を持って、そしてイエス様を永遠に礼拝することができる、そしてイエスキリストの父なる神もですね、共に礼拝を捧げることができるということであります。御顔を仰ぎ見るということは旧約の生徒たちの心からの願いでありました。詩篇143編の6節には、主よ、速やかに私をお助けください。我が霊は衰えます。私に御顔を隠さないでください。さもないと私は穴に下る者のようになるでしょう。神様、あなたの顔を、ね、隠さないでください、あなたの顔を見せてくださいと叫んでいるわけ、求めているわけですね。旧約生徒たちの心からの、まあ、植え替えでございます。新約聖書には再臨されるイエス様との再会の喜びが出てきますね。そのことを待ち望んでイエス様とのですね、再会を喜ぶということが出てきますけれども、その時に私たちは皆顔を覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光と主と同じ姿に変えられていく、これは霊なる主の働きによるのである。第二コリント3章の18節、顔を覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつですね。ですから何かこうベールが隠れているということじゃなくて、ベールが取り除かれて、そして直に直にその栄光の主ですね、主の栄光を見る、主の御顔を見ることができる、そのことを待ち望んでいる。でその待ち望んでいるということは、私たちがこの清いものとなっていくということですね。これが第一ヨハネの3章の2節から3節、愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのかまだ明らかではない。彼が現れるとき、ここですね、彼が現れるとき、これイエス様の再臨を指していますが、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。彼についてこの望みを抱いている者は皆彼が清くあられるように自らを清くする。イエス様と直接お出会いし、そして礼拝を捧げるその時に、私たちがイエス様と同じ栄光の体に変えられ、そして清いものとなってイエス様にお出会いすることができる、そのことをこう喜んでいるということでありますね。で今現在私たちはこの新天新地にいないわけでありまして、直接この御顔を仰ぎ見ることはしていません。でも目に見ることはできませんけども、同じように私たちは神様と子羊なるイエス様の御前に
招かれて、そして相対して対面して、そして礼拝を捧げている。これが礼拝の本質でございますね。で、3番目、これは彼らは世を限りなく支配するとこの御説にございます。礼拝するとともに神様に仕えていく、イエス様に仕えていくということを意味しています。彼らというのはここにいる、住人のこと、イエス様を信じる人たちのことですね。そのイエス様を信じる人たちが世を限りなく支配する。支配するというのは何を支配するかというと、この神様が作られた世界を支配するという意味です。今現在私たちはこの世界を支配はしていません。いや、支配どころか逆ですよね。自分、人間の欲望のままに開発をしたりですね、自然を壊したり。神様が一番最初この世界を作られた時に、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、そして地を従わせよとおっしゃいました。ところが人間は支配すると言っても自分の考えで、そして自分の欲望のままに支配していったわけですね。ところがこの新天新地はそうではなくて、神様の創造秩序に従って、そして与えられたその世界を神様の管理に従って、秩序に従って、そして支配していく、働きかけていく、ある意味ではですね、そこを管理していく、守っていくということだと思います。そしてこの支配するというのは、それは私たちが罪と死、そして悪魔から解放されて自由になったものとして、そして神様にお仕えしていくということであります。新天新地に入って、神様は、あなたは何をしてもいいよ、私は何も強制しないよ、全く自由だよ、好きなことをしていいよと、おっしゃったとしたら、どんなことするでしょうかね。ああ、自由なんだ、何をしてもいいんだ、好きなことをしてもいいんだ。その時に私たちは、神様が怖いからとか、神様に後でお叱りを受けるから、仕方ないから礼拝をしている、神様が言うからちょっと神様の言うこと聞かないと後でお目玉ですね、ちょっと何か言われたら困るから、しょうがないから神様のお手伝いしようかなという、そういう心がみじんもないということだと思いますね。全く自由なんだけど何をしてもいいのに、神様は全く強制しないので、私たちは喜んで心から神様を礼拝する、そして喜んで心から神様のしもべとしてお仕えし、そしてこの世界を管理していくっていうのが、この新天新地なんだということがわかります。で、翻って私たちこの世において、やはり礼拝者であるということは、その礼拝の時間だけ神様のことを聞いて礼拝を捧げるだけではなくて、主に仕えていくもの、真心から主にお従いし、主に仕え、主のお役に立つものとなるということが、ここから学び取ることができるのではないかと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、新天新地における礼拝から主のメッセージを聞くことができまして感謝いたします。もう一度私たちは、自ら捧げる礼拝がなお主に喜ばれ、豊かな礼拝となることができることを感謝いたします。どうぞ父なる神と私たちの救い主、主イエス・キリストを真心から礼拝し、そして心と生活も
どうぞ整えてください。御顔を仰ぎ見るとあるように、今は目に見えませんけども、父なる神と主イエスキリストを信仰の目を持って仰ぎ見て、そしてあなたの御前で真心から礼拝を捧げ、あなたの生ける神の言葉を聞くことができることを感謝いたします。主イエスキリストによって罪許され、救われ、自由なものとなりました。私たちはその自由をもって自主的に喜んで主を礼拝し、そして主にお仕えするものとなったことを感謝いたします。今礼拝を守ることが不自由な時でございますが、でも私たちは心から神と子羊なるイエス様に礼拝をお捧げできることを感謝いたします。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。